おお、おう、この人でいっかな。ねえ、ちょっといいかしら。私はピトフーイ。まあそれはいいのよ。あのさ、ちょっと質問ね。拳銃だったらリボルバーとオートマチック、どっちが好き？別に深く考えなくていいからね。気楽に答えちゃって。 M だ、すまないが付き合ってやってくれ。礼はする。ああ、そうなんだ。なるほどなるほど、わかるわかる。じゃあ M、 そういうことだから。了解。今の答えだと忘却の森林だな。そうだっけ。じゃあそれでよろ。別に大したことじゃないのよ。今日はどこ行こうかって、そんだけ。誰かに質問してみて、その答えで行く先を決めようということになった。言い出したのはピトだが。ああ、でも拳銃っていうか銃ね、そっちは結構思い入れあるかな。いつかは実装されてる全部の銃を撃ってやるつもり。どれだけ増えてもね。ふん、そういえば目の前にも新型があるんじゃないか。あら、ああ、アファシスから UFG もらってた人か。あ、そっかそっか。うんうん、それ使ってみたいと思ってたのよね。どう、クレジットと交換してみない？試しに軽く。交換に試すも軽いもないだろう。それに相手だって根の付け方がわからないはずだ。そっか、今のところサーバーに一つだけじゃ相場も何もないしね。ま、仕方ないか。自力で手に入れれば済む話だし。ん？そう考えると狩りなんて悠長かしら。ねえ M、 フィールド探索なんかやめてダンジョンでボスでも探さない？やめた方がいい。闇雲に探しても成果を得る可能性は低い。そう？じゃあそれっぽいクエでもやって情報収集かしら。でも今日はそういう気分じゃないかな。気が乗らないなら無理することはない。それにフィールドで何もないと決まったわけでもない。じゃあまた今度にしますか。そうね、地上でプレイヤーと打ち合うのも楽しいかしら。 GGO はいいゲームよね。銃でも素手でもグレネードでも硬券でもどんな殺しでも楽しいわ。そうだけど、あ、もしかして PK 推奨のゲームは初めてなのかな。それともロールプレイ。私は GGO で殺すのも殺されるのも楽しいよ。負けるのはあんまり楽しくないけどね。そもそもゲームってそういうものじゃない。ほら M、 あんたも何か言いなさい。いや、特に付け加えることはない。強いて言うなら、強に入りては強に従えだな。ひよった言い草ね。もっと血に飢えた感じのコメントしなさいよ。俺は今血に飢えてはいないだが、そうだな。いいか、こいつは好戦的で凶暴だ。フィールドで出会ったなら覚悟することだ。その時の気分にもよるが。大体合ってる。その調子でもっと言ってあげて。自分でやれ。あら、そう、じゃあ遠慮なく。改めてこんにちは、私はピトフーイ。あっちのむさ苦しいのが M。 いろんなフィールドでいろんなものを撃ったり殴ったりしています。
なたのことも撃ったり殴ったりしたいです。あ、でもあなたと一緒に誰かをっていうのも楽しいかな。まあどっちでもいいわ。というわけで、まああれね、私今日はそろそろ行くけど、もし次があったらその時はお互い挨拶しようね。よろしく頼む。それまでこの GGO をたっぷり楽しむといいよ。あなた才能あるから、 VR の。まあ多分。それじゃねー、 M 行くわよ。ああ、騒がせてすまなかった。これはさっきの質問の例だ。さっさと来なさい。今行く。では次があればまたな。